覚悟じゃないです。はい。タップルポポリョーというですね、ヤクルトファンが、いましたけども、はい。かきこきチャンネルを去ってから、まあ、半年ぐらい経ちましたか。もうそんぐらい経ちますね。ああ、やっぱヤクルト不在っていうところで、はい。朝までそれ正解やってきたわけじゃないですか。そうですね。ついに、ヤクルトファン加入します。ああ、セリーグ TV ですか、ね、我々は。ヤクルトがね、やっぱいなかったんで、はい。探しました。もう全国各地、私走り回りました。走ったの？はい。ようやく見つけました。いた。手短にいました。どうぞ。どうっす。ジャイキリの星野優作です。優作やないかい。ふねふ。ゆうさくやないかい。一応書き込きはいろんな名前で呼んでますけど、はい、ゆうさくは星野ゆうさく。あ、タップルポポリョーとかじゃないんだ。ないない。星野ゆうさく。で、まあ正確に言いますが、はい、ジャイキリの、ゆうさくん、開国チャンネルに加入してください。わー、いや、本当に優秀ですからね、ゆうさくん。まあそうですね。私、かねてから星を星言ってました。はい、やっぱジャイキリと県人という感じ。うん、一番重要なのはヤクルト好きなんだって話ですよ。そこよ、そこ。お母さんヤクルトレディだったんで。俺の母親と一緒や。で、なんかヤクルトはどんぐらい好きなの？いや、もうやっぱ小学校の時に、うん、土橋さんと僕神経症。土橋。はい。あ、まだ小学校の時だったら。三打席勝負。土橋さんと。あ、そうだ、打ったの。はい、いや、僕は投げたんですよ。あ、投げた方が。ピッチャーで土橋さんだった。これはもうだって、はい、そうか、東京都だもんね。そう、都民で、その都民の野球教室みたいなのに、あの、ヤクルトの方が来てくれて、よく交流があって、そこでファンになったみたいですね。あの、なんか、あれなんゆうさくんのさ、野球スキル、お前、パースピー好きなんだろ。あー、パワースピね。ゆうさくんのちょっとさ、紹介してあげてよ。パワースピーから僕、それ出てますからね、情報。まあ、星野くんはですね、はい、東海大甲府というね、もう甲子園の常連校ですよ。周平でしょ、はい、高橋周平とかね、もういますけど、の特待生としてもそのね、やってた選手ですから。いや、大化けもんだけどね。とんでもない経歴持ってるんですよ。過去の栄光すぎる。基本すぎるだろ。だって甲子園行ってるんでしょ。だって、中3の時に、まあ、入学したタイミングから高校、監督にお前をプロにしたるって話。プロに行きたいか。プロに行きたいか。すげえなぁ。ガチだね、野球の能力で言うとは。うん、で、これはもう書き込みに持ってこいなんで。いや、そうですね。で、ちょっとヤクルトファンとして。お願いしますよ。で、まあ、契約更新を。水道代は払えますよ。あ、いた。本当に水道。水道代はじゃあ。お嬢さん、帽子まっすぐでお願いします。あ、まあ、日テレとフジテレはダメだよ。え、大谷、うん、日テレとフジテレは大谷よ。あ、すいません、背中見せてください。田中博康です。どっから出てきた。こんな田中博康です。いいね、いいね。こっち何が都合のあの時は。分かんねえよ、お前それ。今俺頭フル回転してたけど分かんなかったわ。あ、いいやいいや。では、正式に書き込み加入というところで、はい、皆様、書き込み関係者各所、こことジャイキリと兵道ぐらいしかいない各所。じゃあ意気込みを伝えて、打倒回答でやっていきたいと思います。お、打倒。やっぱり TikTok で人気の回答、回答フォローしておかないと。あ、その回答じゃなくて、ホームラン打って著書。ああ、一応カリスマなんだ。はい、一応。ああ、オッケーオッケーオッケー。カリカリスマ。では改めて、はい、ヤクルトスワローズ代表として開国チャンネルに入団した今の正直な感想をお願いします。いや、非常に光栄ですね。本当に憧れてたんです、ずっと開国チャンネルの一枠。
そこに入れるってところで、やっぱこう、まあ、身が引き締まる思いというか、まあ、これからもっと頑張っていこうかなと思います。まあ、かきこいチャンネルに対しての、まあ、自分の役割はどういったところを考えてますか？まあ、やっぱり攻撃面。攻撃面と、やっぱ肩は強い選手いないと思うんで、まあ、そういう守備でも貢献できるような、まあ、攻守にわたって、貢献できるような選手でありたいと思います。まず野球のプレー以外で言うと、まあ、あのかきこきチャンネルでも講師にわたって、じゃあ最後に、かきこき視聴者の方にメッセージお願いします。1球1球、全身全霊、一動画魂込めてやっていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティング！ゴーチャイアンツ！